はい、お願いします、はい、うん、もう一つね、プライベートの相談です、まあ、これはその公開にするかどうかはこのカウンセリングが終わった後に、うん、一緒に決めていきましょう、はい、まあ、一応もしかしてするかもしれないということで、うん、収録はしておきましょう、はい、相談ノート読んでみますね、娘のこと、次女が今帰ってきてますと、18日月曜日に長女が帰ってきます、今後の出産のことや、お母さんの容態もいつどうなるかわからない状況ですと、長女の希望に応えられるように考えておきたいのですがアドバイスをお願いします、まあ、これすごく大切な相談内容なんで、じゃあちょっと事実確認からしましょうかね、これ次女さんって急に帰ってきてるんですかね。帰ってくるって連絡は前もってあったんですか。6月から、うん、まあ、連絡があって、うん、7月帰りますっていう連絡は早くから、うんうん、聞いてました、うん、帰ってきた日にち的にはその自分の予想通りだったんですか、うん、それとも、うん、あ、今なんやって思ったんですか。まあそうですね、うん、まあ、うん、帰るって言ってから結構な時間、うん、日にち経ってるから、うん、まあそんなもんかなっていう感じはありましたけど、うんうん、これは別に比べるという意味じゃなくて、はい、そこに関して福山さんは、うん、その長女さんが帰ってくるという時の連絡の仕方と、うんうん、ジュさんが帰ってくるという時の連絡の仕方が、まあ、大幅に違いますよね、うんうん、そこに関してあなたは何か心が動きましたか。連絡の仕方が違う、うん、長女さんはあなたのスケジュールを聞いたりとか、うん、日にちを言ったりとかしてくるんだけど、うん、はい、次女さんはあえて、うん、そこをそのぼやかしてくるという、うん、ことをやってるような風に僕からは見えるんですけど、うん、あなたはそこに関しては何も心は動かなかったんですか。うん、そうですね、まあ大体、うん、私のお休みの前の日に帰ってきたりで、うんうん、じゃなくて僕が聞いてるのは、はい、その違いに関しては何も感じなかったですかっていうことです。そうですね、どっちが優しいとか、はい、どっちが私のこと考える余裕があるとかそういうことは考えませんでしたかっていうことを、うん、まあ、今言われて初めて気づきましたかね。うん、ね、うん、じゃあ今後、はい、できるだけ心動くようにしてくださいね、はい、うん、それやっぱり分かってないと次女さんのためにならないですよね、うんうんうん、あなたがそういうことをスルーしてきた過去があるわけですから、はい、別にそれをいちいち言えとは言いませんけど、うん、あなた自身がちゃんと心動かさないと、はい、次女さんもかわいそうですし、うん、長女さんにも失礼ですよね、はい、そしてあなた自身も本当にかわいそうですよね、はい、うん、そしてここに今後の出産のことで長女の希望に応えられるようにって書いてありますけど、うん、あなたは長女さんが何か出産に関して希望するというふうに予想をしているということですね。希望に応えられるようにって書いてる、うん、僕はここに少し危険を感じてるんですけど、うん、あなたは誘導するつもりはないですよね。だって今まで僕とのカウンセリングの中で、うん、長女は全く私に何も頼ろうとしないはずなんでって書いてるんやったら話はわかるんですけど、うん、もうなんか長女が私に頼ってくるような、うん、あなたなんか錯覚に陥ってるみたいなんですけど、うんうんうん、それに関してはどうなんですか。そうですね、どっちもの準備をしとかないといけないと思いますよ ね、うん、すね、はい、僕は本来長女さんはあなたには絶対に頼らないと思います、うん、ただ、うん、もし頼ってきたら相当困ってるっていうふうにあなたは判断しないといけないと思います、うんうん、はい、うん、当たり前のように出産するから私に頼るだろう、私は一生懸命対応しなきゃっていう普通の考え方を持たないでくださいね、うん、とんでもないことが、ね、とんでもないことを招いてしまいますよ、また、うん、はい、分かりますよね、はい、うん、
その前になんですけど、まあ、残念ながら今お母さんがちょっと容態が悪いですよね、はい、でそこに関してあなたのご主人の お母さんもちょっと容態が悪い、はい、ということですよね、はい、これに関して以前ちょっとちらっと聞いてるんですけど、はい、長女さんと次女さんには、はい、そのことってもう話したんですか、それとも今からですかね。話、うん、してますね。話はしてるの。でも長女には、うん、まあ、まだ会ってからしようと思って、うん、私のお母さんの方とか、うん、まあ、まあ、主人の方も、うん、まあ、まあ、一緒に言うんで言ったりも しようと思ってます。ね、どんな状況か。ちょっとそこちょっともごもごごめんなさい、うん、言わないで、はい、大事なとこなんで。はい、次女さんにはもう話した。はい。それは今回来てから。そうですね。うん。別にいいんだけど、うん、全く僕に相談せずに。ああ、そうか、そこでね。そうですね。それもしてしまったんやね。うん。いいのよ。はい。別にいいっていうのは OK という意味じゃなくて、はいはい、まあ、いつものパターンですから。そうですね。まあ、大事なことに関しては、うん、まあ、僕、に相談すると自分の考え方が、うん、まあ、止められたりするとね、うん、まずいんで、まあ、相談しないということは、まあ、僕自身も慣れてますから、うん、ああなるほどなというのは思いました。うん、怒ってるわけではなくて、はい、あ、だいぶ、はい、うん、福山さん自身、うん、あんまり良くない状況なんだなっていうことは感じました。はい。うん。じゃあ、次女さんには言ったんですね。言いました。うん。ご主人の方の、お母さんのことも言ったんですね。それは言ってないんですか？事実を。それも言いました。言いましたね。はい。うん、もう終わったのね。終わりました。うん。はい、じゃあ、長女さんにもじゃあ言うんですね。はい。うん。両方のことをね、はい、うん、で今多分コロナでその病院とか行けないんですよね、はい、うん、じゃあまあ伝えるだけということに、まあ、なってしまうと思いますけどね、残念ながらね、はい、うん、本当はねお見舞いとかね、うん、行きたかったりするんでしょうけど、まあ、コロナ時代ですからもうしょうがないということですよね、はい、うん、まあ、長女さんに関しては、まあ、もう言ってください。長女さんに関して言うのは僕はあんまり問題ないと思ってたんで、はい、次女さんとの関係がもうあなたは要注意なんで、うん、はい、もうその要注意のことに関してはもう終わってしまったんでね、はい、長女さんに関しては、うん、そんなに気を使う必要はないと思いますから、まあ、同じようなことを言ってもらったらそれでいいんじゃないかなと思いますね、はい、うん、じゃあ、長女さんのその出産のことに関してなんですけど、あなたから何か聞くつもりですか、聞かないつもりですか、何も考えてないですか、うん、出産はどうするんだとか里帰りはするのかとか、うん、そういうことはあなたから聞くつもりですか、長女さんから言ってくるのを待つつもりですか、何も考えてないですか、待つつもり、うん、本当ですか、何も考えてなかったんじゃないですか、なぜかというと、うん、今までのその福山さんのパターンからして、うん、前もってそういうことを考えられるんであれば、こんなに長く僕のところに通うという必要性はなかったんだと思うんですよ、うん、僕はあなたは今回のことに関してはここに書いているのがそのまんまだと思います、うん、もう決めつけてるんだと思います、うん、で長女が言ってくるだろう、言ってこなかったらあなた待ちきれずに多分話するつもりですね、うん、きっと、うん、もちろんあなたの自由なんですけど、うん、あなた思った通りにして今までうまくいったことあるんですかっていうことも自分自身に、うん、問いかけてくださいね、はい、僕がいつも言ってますけど、娘さんに優しくしたいんだったら自分に優しくなんですよ、はい、あなた自分の思った通りにやって本当に大丈夫なんですか、うん、
ていうことを聞きたいですね。はい、うん、で少し質問があります。長女の希望に応えられるようにということは、応えられない可能性があるというふうに考えているような気がするんですけど、うん、あなたは何が応えられないっていうふうに今の時点で思ってるんですか？何か必ず思ってるはずなんですよ。うん、何が応えられない、もしくはできないって思ってるんですか？言いにくいですかね。うん、じゃあ言いにくいんだったら言わなくても構いません。でも、僕は、うんうん、もしそれを、長女さんが言ってきたら、うん、僕に相談した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、うん、わかりますね。はい、うん、言わなくていいですけど、なぜ言いにくいですかね。その内容じゃなくて、なぜ言いにくいのかっていうことをちょっと教えてもらいたいんです。うん、YouTube を聞く可能性があるからですか、それとも自分の喋ったことが起きるような気がするからですか、これどっちですかね。僕あなたをこの前から見てて、うん、あなたがちらっと言ったことがちょっと気にかかってるんですね。はい、こういうこと言ったら起きそうな気がしてってあなたは言ったんですよ。うん、うん、あなた自分の言ったことが起きそうな気がする、起きるという、うん、なんか洗脳にかかってますね。あなたが言ったことが起きるなんて、うん、ないですよそのこと。うん、はい、あなた、うん、一番大切なあなたにとって大問題のことを言葉に出せない、うん、文字に出せないっていうことがどういうことなのかっていうことは理解はできてます？全くここに具体的なことが何一つ書いてないんですけど、これで本当に大丈夫なんですか？もっと具体的なことを想像しなきゃいけないんじゃないですか。長女がもし何も私を頼ってこなかったら、ということも僕に相談した方がいいんじゃないかと思うし、こういうことを僕、私に頼んできたら、こういうことを頼んできたら、こういうことを頼んできたらっていうのは具体的に、ね、なぜ僕は書かないのかって言ったら、うん、もう自分が、極力何もしないということを決めているんじゃないのかなって僕思うんですよ。それダメですよ。うん、はい。わ、はい、かりますよね。はい。はい。うん。うん、いや、今まで以上に、うん、要望に応えてあげれるチャンスなんですよ。はい、そうですね。本当にそうです。でこういう時に長女はこういうことを言ってくるんじゃないか、こういうことを言ってくるんじゃないかっていうことを想像することを拒否して、うんうんうん、で今まで通りの考え方でやっていって、うん、またあなたは自分で自分を追い込んでしまいますよ。うん、大変な事態になってしまうと思いますけどね。これって、これ第一部。はい、そうですね。うん、したら、第1部はここで終わりましょう。はい、ありがとうございました。はい、お願いします。はい、うん、まあ基本的にここに書いてないことをあなたの中からカウンセリングで、これ収録しててもしてなくても、はい、引き出すということは、はい、ちょっと今の時点ではやめときます。はい、そこに関して。はい、お願いします。はい、うん、ちょっとねスマホが切れたみたいですけど、まあ、この前も言いましたけど、はい、データ整理もう少しちゃんとやってくださいね。はい、うん、今日帰ってからすぐにやっとかないと、これ
普通に夏で温度が上がっているからではないですから、はい、もう一回ちゃんと見てこれだけは残しとかなきゃいけないんじゃないかって、うん、いらないですから、はい、消してもらったら構わないと思います。まあ長女さん次女さんに関してあなたが具体的に想像した中で相談があれば、はい、今後も相談に乗ります。ね、僕が今までのようにゆっくりとカウンセリング中にあなたの悩みを引き出してやっていくということはちょっと今、うん、あなたのためにそれはちょっとできないですね、はい、うん、でせっかく時間があるんで、はい、僕はどうしてもあなたに聞きたいことがあります、はい、この1週間、あなたのご主人の様子をちょっと教えてもらいたいんです。はい、うん、あなたの目から見て、うん、いつもと違うことってないですか、何か、うん、いつもと違う、うん、ね、観察記録を書いてるんであれば、先週の金曜日7月8日から、今日までの7月15日までのこの1週間の中で何かちょっと気がかりなことがあれば、ちょっと僕に聞いてほしいなと思ってるんです。っていうのは今のあなたの様子を見てるとだいぶおかしいですよね。うん、いや今日もほらはい、お買い物するときに完全に思考が停止してたじゃないですか。うん、言ってること分かりますよね、はい、あなたが僕に一生懸命謝ってたじゃないですか、うん、はいはい、さっき、はい、うん、そうです、珍しいですよね今まで。福山さん、多分僕の記憶によると、うん、ほとんどそういうことないんじゃないかなと思います、